ファッシュ及びファッショは、イタリア語で、タバや比喩的に、集団、連帯を意味し、転じて19世紀末に、多数の異なった、方向性を持った、政治集団を指すごとして使われた。多数のナショナリストの、ファッシが存在し、後に発展して20世紀の、ファシズムと呼ばれる、政治運動となった。一般的に、ファッショとファシズムは、同義で使われる。 19世紀の間には、ラテン語のファスケスとイタリア語のファッシュは、個々のロッドは壊れやすいが束になれば、強いという観点から、団結による強さの象徴となった。転じて、ファッシュという語は、近代イタリアの政治的な用語として、同盟、チームなどの意味で使用されるようになった。この意味での最初の使用は、1880年代に、 シチリアの革命的な民主主義者が自分たちを説明するためであった。それらの中で最も有名な例は1891年から1894年のシチリアファッシュである。それ以降、この後は革命的な意味合いを持ち続けた。この後は、例えば第一次世界大戦でのイタリアの参戦を求める若いナショナリストなどに魅力的な意味合いを持った。ファッシは イタリア中で結成されたが、それらの一つに、ベニート・ムッソリーニが所属しており、自然発生的に政党の関与なしでグループを作った。1914年8月18日、ミラノ・サンディカリスムロードを組合の演説台から、アルセスト・デ・アンブリスは、第一次世界大戦でのイタリアの中立を激しく、攻撃し、ドイツ帝国の反動に対する改戦と、 フランスやイギリスへの援助の必要性を論じた。彼は第一次世界大戦をフランス革命と等しいとみなした。このことはイタリアサンディカリストロード組合の中に深刻な分裂を引き起こした。多数派は中立を選択した。1914年10月1日にザ・パルマレーバー・チャンバーや USM そして、牛の求心的サンディカリストのサハは、国際行動のための革命的ファッシュを設立した。同年10月5日に、ユダヤ系イタリア人で、イタリア社会党のアンジェロ・オリベッティとアルトゥーロ、ラブリオーラは、パジーネ・リベレの新シリーズを発行することで彼らの、マニフェストを出版した。その少し後に、ベニート・ムッソリーニがこのグループに参加して指導力を、 発揮した。1914年12月11日にムッソリーニは、ファシディ・アジオネ・リベルウザイオナリア・インターナザイオネリスタと、ファシアウトノミディ・アジオネ・リベルウザイオナリアの2つの集団を統合した、政治集団の、ファシディ・アジオネ・リベルウザイオナリアを開始した。この新しい集団は、ミラノ・ファッシとも呼ばれ、ムッソリーニが指導した。 1915年1月24日には彼らの指導者がミラノで会合を開き国家的な組織を形成するファッシュの歴史的な記録となった。1919年に第一次世界大戦が終結するとムッソリーニはミラノファッシュを再構築してイタリア戦闘者ファッシュと解消した。戦争でのイタリアの勝利の果実を奪うと考えられた国王や 既存の国家などへの反対を含む共通の目的を持って他の名称を持ったファッシュが創立された。H.W. シュナイダーによると新しいミラノファッシュは1915年の古いファッシュのメンバーであった何名かにより雑に形成されたが新しい名称と新しい目的を持った。 1921年11月7日に、イタリア戦闘者ファッシが再構築されて、ファシスト党が設立された。第二次世界大戦後のイタリアでは、ファッシの語は、ネオファシズムへの別称として使われている。その他のイタリアのファッシには、ディーノ・グランディやピエトロ・マーシックが率いた、ベネトのファッシなどがある。ありがとうございます。